皆さんこんにちは。スタジオクオッカチャンネルです。今日は株式会社ブレーメンより出版の湯葉さつき監修複数巻オカリナ用楽譜シリーズの模範演奏とプチ解説動画第11弾です。今日ご紹介する曲は鬼太郎作曲のシルクロードです。この曲は NHK の特集のシルクロードのテーマとして作曲されました。鬼太郎さんの代表曲といっても過言ではない曲ですね。オカリナで演奏するのもとっても人気があります。複数巻で演奏するにあたってそこまで難易度が高いという曲ではないんですが、リズムの取り方がね、少し難しかったりはするかもしれないですね。また後ほどちょっとだけお話ししたいと思います。まずは模範演奏をお聴きいただきたいと思います。今回もこの楽譜のために作られたカラオケを使って演奏します。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか。この曲は吹いても聴いても幻想的な世界に連れてってもらえるような、遥か悠久の彼方に飛んでいけるような、そんな曲ですね。先ほどリズムが少し難しいというお話をしたんですが、この曲は同じフレーズが1番2番3番って結構続いて演奏されるんですけれども、1番と2番で微妙にリズムが違ったりとか、なので実際吹いてみると今私が言ったのがどの箇所なのかっていうのはよくお分かりいただけると思うので、1番と2番で違ってるところは両方ともこう赤丸をしといて、ここ違うから気をつけてよって一発で見て分かるように印をつけておいていただけるといいかなと思います。1番と2番と3番と微妙にリズムが変わるっていう以前に、そもそものリズムが取りづらいという方はぜひ吹く前にこうやって手でも足でもいいんで、リズムを取りながら音符を読むっていうことをやってみてください。例えば前半のところをこのリズム通りに歌ってみると、叩いた瞬間に声に出した音符というのは、手を叩いていない時でもその拍の頭、ちょうど拍が切り替わる瞬間にその音符を吹いてないといけないんですよね。特にこの曲は8分音符と16分音符と混ざってたりするので、16分音符がこの一拍の中に収まりきれてなかったりっていうことがとてもよくあると思います。必ずこの拍のね、変わる瞬間に来る音符っていうのがどれになるのか、自分がそこにちゃんと収められてるのかっていうのは確認しながらやってみていただけるといいと思います。以前オカリナとギターの方の楽譜シリーズの聖母の巫女の解説をした時に、少し長めにリズムのことをお話ししてると思うので、そして今回のシルクロードでも聖母の巫女と同じような音符の形が出てきてるので、よかったらそちらも参考に見てみてください。今回のシルクロードで2020年6月現在発売されている複数巻オカリナ用の楽譜シリーズは以上になります。今後も引き続きラインナップが増えていく予定ですので、またそちらが発売され次第、新しい曲もこうやって模範演奏とプチ解説していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。